これが自作しましたシックネスドラムサンダーです。簡単に作るということをテーマに作ってみました。これは囚人フードですけど、これを外し取りますとこういうふうに軸受けですね、ベアリングの入った軸受けでローラーを支えてます。それでモーターはですね、プーリーはここにベルトがかかってますけども、モーターはこういうふうに下側に、台の下側に、テーブルの下に、取り付けてまして、この自重でですね、自重でテンションがかかるようになってます。モーターの自重でテンションがかかるようになってます。それからテーブルの昇降機構ですけども、こういう感じですね。ここに板付きナットをつけて、これを回すとこの下のこの木のブロックが動いて、上下すると、テーブルが上下するということですね。ここにロック機構をつけてます。テーブルを振動させないようにするために左右にですね、ロック機構をつけてます。これを緩めてですね、これを緩めて、それで回すとテーブルが上下するということですね。これでテーブルが下がってきました。こちら側には電源スイッチをつけてます。簡単な構造で、フレームはこれちょっといただいた修正材で作ってます。このテーブルも修正材をつなぎ合わせて、真ん中でつないでですね、使ってます。それではまずちょっと削ってみましょう。囚人フードとホースをつないだところです。それでこのダイヤルは1回転で 0.25mm テーブルが上下します。それを頭に入れて削る量を決めます。0.3mm ぐらい削る感じでやってみます。こういうふうに鉛筆で印つけてみました。で、どれだけ消る、ちゃんとこのマークが消えるかどうかですね。この鉛筆のマークは完全に消えていません。もう少し上げる必要がある。これで綺麗に鉛筆のマークが消えました。うまく削れます。それから粉がほとんど落ちていません。わかりますでしょうか。囚人ポートがうまく機能していると思います。簡単に作れますので、薄い板とかそういう自動カンナでは削れないような薄い板を仕上げる作るときにはこのシックネスサンダーがシックネスドラムサンダーが非常に有効になります。以上です。